サーバーが7番のタイト、タイトのサーブ、もう一度ブロード、おー拾った。さあ誰を使うか、トレアルバのスパイク、大林、中田、ちょっとトスが離れている、ブロックは3枚、押し込んだ、最後押し込みました、日本ついに敗れる。ペルー戦というとね、オリンピックでの苦い思い出がありますよね。そうですね、最後の最後までね、いて結局負けちゃって、ね、結果的にはメダル取れなかったんで、何が何でもこの試合では勝ちたいなと。ペルセッターがいないということでまた変わってくると思うんですけど、やっぱペレスとかは存在してるし、だからやっぱりそのセンターブロックをどう引きつけてレフトに持っていくかとか、あと自分でもどう切り返すとかをやっていきたいと思います。ソウルでもね、あと2点取ればっていう時に負けちゃったし、やっぱそういう意味ではね、あのメダル取るためのきっかけを失った試合がペルー戦ですからね、雪辱をここでやりたいなと。こんばんは、ワールドカップ89、今日お伝えしますのは日本対ペルーの試合でございます。名古屋市総合体育館の方で行われています日本対ペルーなんですが、今日はゲストに大竹誠さんをお迎えしました。こんばんは。どうも、大竹です。大竹さんはバレーボールは、はい、バレーボールはね、はい、多感な時にですね、こんなこと言って分かるかどうかあれですけども、はい、東京オリンピックの、あ、生まれてないんですよ実は。え本当に、はい、入ったな。でもあ、出てます出てます、東洋の魔女というのは大変ね、うん、話題になりましたよね。なんかね、宮本とかね、宮本っていうのは綺麗な人だったんですよ。それで葛西さんっていうのは確かキャプテンだったんですね。もうこれをやった時、確か僕は中学2年ぐらいで、はい、友達が天ぷら屋をやってました。その2階で見て学校サボって見てたような記憶がありますけどね。やはりね、うん、強い日本、東洋の魔女よ、もう一度という感じでね、うん、ぜひ日本チームにも頑張っていただきたいんですが、その全日本チームサーブオーダー順に今日はご紹介したいと思います。今日は好きな食べ物で、お伝えします。まず中田久美選手、セッターです。すごいですね、ご飯、漬物、コーヒー、シンプルですね。すごいです。続いて廣野理恵選手、果物、ね、まあ、ポピュラーですね、はい。続いては増子直美選手です。お味噌汁と漬物が好き、漬物好きが多いですね。そしてこちら全日本キャプテン佐藤一子選手、人にご馳走してもらったものなら何でも好き。これ一番ずずしい女ですね。いや可愛いんですよ、うん、可愛いんですか。ガッツがありますね。そして松下明子選手は黒豆。渋い趣味です。続いてもう本当にこの大会大活躍、日本のエース斉藤真由美選手、18歳、切り干し大根。これは大変意外な結果が、なんかあんまりいい暮らししてないけど。そんなことないです。やはりあのウェイトなんかも落とさなきゃいけないんで、ついついね、なぜ黒豆に、頭に黒がついてんでしょうね。なぜ黒豆じゃなくちゃいけないのかがよくわからないけど、まあ、もうね、もうすぐお正月も近いということで、そうなんじゃないかと思いますけれども、はい、とりあえず、ワールドカップ89連戦連戦なんですけれども、もう実はあとこのペルー戦と中国戦しか残ってないんですね、日本は。ですからぜひあのペルー戦で頑張って、ここで勝てばメダルもね、もしかしたら入るかもしれません、ね、ソウルで負けてますからね。はい、本当に雪辱を果たしていただきたいと思います。スタジオから大竹さんと私が応援しておりますので、頑張っていただきたいと思います。それでは日本対ペルー戦、名古屋からです。